ラルフ・クレーグはアメリカ合衆国の陸上競技選手。短距離の選手として1912年、ストックホルムオリンピックに出場し、100メートル、200メートルの2冠を達成した選手である。クレーグはもともとはハードラーであった。ミシガン大学に入学後、スプリンターとしての才能を発揮し始めた。1910年、彼は、 IC4A の220ヤードで優勝。翌年も勝利を飾っている。1912年にクレーグはオリンピック代表に選ばれ、ストックホルムオリンピックの100メートルに出場する。決勝では予選で10秒6の世界記録を出していたドナルド・リッピンコットが金メダルの最有力と見られていた。7回ものフライングの後ようやくスタートを切ったレースで、 クレイグは10秒8の記録を出し金メダルを獲得する。一方で、リッピンコットは、銅メダルに終わっている。クレイグは200メートルでも、リッピンコットと熱戦を繰り広げ、21.7秒で、10分の1秒差で、勝利し2冠を達成した。しかし、クレイグは、400メートルリレーのメンバーには加わらなかった。オリンピック終了後すぐクレイグは、競技から引退する。 しかし、59歳になった1948年に、ロンドンオリンピックのヨット競技の補欠として参加。結局出場はしなかったものの、開会式の機種として更新をした。ありがとうございます。